二神目。二神目は、甲骨魚類の分類群の一つ。ニア目に、約六か八十属四百種が属する。イワシ、ニシン、サッパ、コノシロなど、漁業資源として、重要な魚種を多数含んでいる。二神目魚類には、熱帯から温帯にかけての沿岸域に分布する種類が多く含まれるが、寒帯の海や、寄水域に分布する二神。 産卵のため河川を遡上する越など素化性の魚類もいる。また、日本産ではないが一生を淡水で過ごす種類もいる。日本の近海には二十六種が分布し、いずれも漁獲対象として重要である。体長十から三十センチメートルほどのものが多いが、沖岩市は全長一メートルほどになる。体型は細長い円筒形のものや植物の葉のように左右に平たいものがいる。 胸びれは腹側に偏り、背びれは一つだけである。ヒレはすべて南上からなり、棘上、棘は発達しない。角ヒレは体に対して小さく、遊泳力が高い。早く泳ぐ時は、体の後半部を激しく振って泳ぐ。アジカ魚類と同様に、両輪と呼ばれる、硬い時を持つ独特な鱗を腹部に持つ種類が多い。体色は、背面が青や灰色。 体側から腹部にかけては銀白色になっているものが多く、これは光が差す水中で保護色となる。第四脳室外側間をリセサスラターリスと呼ばれる部位を持ち、これは他の魚類には見られない二神目の解剖学的な特徴である。群れを作って環境や季節に応じた回遊をしながら生活するものが多い。特にマイワシやニシンなどは 海面が黒く染まるほどの大群を作ることがある。主な食べ物はプランクトンで、口を開けて海水ごと吸い込み、エラにあるエラ葉。サイは、デプランクトンを露化接触する。二メ目魚類の葉はあまり発達していないが、プランクトンを捕捉するエラ葉は、串状によく発達する。ただしオキイワシは、ケンシ状の鋭い葉を持ち、他の魚を捕食する。天敵はイカ。 サメ、アジ、カマス、マグロ、クジラ、イルカ、人間など多岐にわたり、海の食物連鎖で重要な位置を占める。これらの天敵に合うと密集体系を作り、一斉に同調して泳いで敵の攻撃をかわす。この時に、他の個体とぶつかることはない。多くが重要な食用魚となっており、巻き網や低地網、刺し網などで多量に漁獲される。食用の他にも釣りへ。 飼料、肥料などに利用される。デンティケプスアモクと、ニシンアモクのニアモクに分けられる。原生種は一種を除きすべてニシンアモクに所属している。デンティケプスアモク、デンティセピトウィディは一家のみからなる、一意型アモクである。デンティケプスかデンティセピティディは一族一種。原生種としては、人体セプスクルーポデスのみで構成される。本種は、 ナイジェリアカメルーンの河川に分布し、体長6センチメートル程度の小型の淡水魚である。頭蓋骨の表面は微細な突起で覆われる。完全な側線を持ち、尾ひれのひれ状は16本。第4脳室外側肝王の構造は、他のニシン目魚類と比べて原始的である。タンザニアの中心魚の地層からは、ペイリオダンティセプスタンガニカへの化石が見つかっており、 本家に属する全滅種と考えられている。二神アモククルーポディは、約五か八十属四百種で構成される。デンティケプスアモクとは異なり側線はあまり発達せず、側線ウーロコも持たない。尾ヒレを構成するヒレ状は19本。本アモクの魚類は、浮き袋の形態に多様性が見られ、細い管を介して、内耳と繋がるなど特殊な構造を持つ場合もある。 約17属150種で構成される。ほとんどは三体用に広く分布する。海水魚で、アンチョベータカタクチイワシと重要な食用魚種を多数、含んでいる。17種の炭水産種が知られ、南アメリカを中心に分布する。二進化とは異なり、本科魚類の化石種は極めて少水しか知られていない。上顎骨の後端は、目の位置よりもずっと後ろまで伸びている。ふん。 口先はやや尖り、下顎よりも前に突き出ていることが多い。W 字型をした、副不良オウロコが特徴。沖ワシカ,カイラセントリディは一族一から二種。体長1メートルに達することもある大型な捕食魚で、インド洋と西部太平洋に生息する。体は細長く、左右に平べったい。顎には、牙のような、鋭い歯を備える。腹着は、ごく小さく。 副部両ウロコは、制魚では、ほとんど見られない。ヒラカプリスティガステラデイは、約十属四十種からなる。世界の熱帯、亜熱帯海域に分布し、一部に、炭水産種を含む。多くは、上向きの口を持ち、顎の葉は小さい。腹びれを持たない種類がある。第三、下尾骨に切れ込みを持つなど、他の二神目魚類には見られない、骨格上の特徴がいくつかある。 約五十足に百種で構成される。世界のほとんどの海域に分布し、水産資源として極めて重要な存在である。口は体の先端にあるか、やや上向きについている。葉の発達は悪く、プランクトン植生。少数の例外を除き、腹部に両鱗を持つ。多くの種類は体長25センチメートル未満。次のような系統樹が得られている。5 おさむき